太陽国空軍は太陽国国防省に属する空軍。太陽国軍最高司令部の統括下にある。1913年11月2日創設。1911年2月2日、ベルギー人パイロットチャールズ・ファン・デンボーンがサラパトゥム競馬場において太陽国で最初に航空機を紹介した。その展示された航空機に サヤーム王国陸軍局局長であったジャック・ラボンセ、ブアナート王子は多大な関心を示し、1912年2月28日、太王国を飛行機先進国とするという使命を帯びた3名の将校を航空技術習得のためにフランスに派遣した。派遣された3名の将校、ルアン・サック・サン・ライア・ウット・少佐、ルアン・アーウット式ゴン・大尉、ティップ・ゲトタット中尉は、 飛行技術を習得し、1913年11月2日、8機の航空機と共に本国に帰国。この3名の将校は、今日、対空軍の父とみなされている。1914年3月1日、ピサヌローク王子は、サラパトゥム飛行場をドンムアンに移し、国防省はこの初期の空軍を、陸軍航空隊として、 陸軍公平監督総務部の管轄下におけいくことを提案3月27日に承認された。そのため3月27日は空軍設立記念日となっている。その後、公平隊司令官プラチャトラ王子と弟のピサヌローク王子が対応国軍の空挺作戦の発展と地位の向上に多大に寄与していくことになった。 第一次世界大戦時、タイは連合国側について参戦。それに伴い、陸軍航空隊は、陸軍航空局に昇格。その後、1919年、さらに組織拡充を行い、空軍局に昇格。1937年4月1日、王国空軍となる。タイフランス領インドシナ紛争時には、タイ王国空軍は、 ビシー政権フランス空軍に空対空戦闘を挑み、戦果を上げ、第二次世界大戦時は1942年に日本軍と同盟を結びビルマシャン州に駐留していた陸軍に協力したり、戦争末期には万国を空襲から守るために出撃を行ったりしていた。また、当時の空軍軍人の中には、個人的に反日レジスタンス運動に加わる者も,もいたという。 第二次大戦以降、空軍は朝鮮戦争時には、国連軍支援のために C-47、スカイトレイニ輸送機3機を派遣。この C-47 輸送機を操縦する航空団は、ベトナム戦争の際にも、国連軍を支援した。反共相当のために、国境地帯では、数多くの空挺作戦が行われており、ラオスのバーン・ラムター空襲。 対カンボジア国境での対ベトナム紛争時の空挺作戦が知られる。冷戦終結後、空軍は1999年ミャンマーに対する第9631地点国境作戦に参加。さらに2003年、カンボジアプノンペン暴動の際には在住タイ人と外国人の救出に出動した。現在、11航空団。 航空教育学校1校320機程度の航空機を保有する。太陽国空軍は国防省の国軍最高司令部の会組織である。空軍は以下の5つの業務軍からなる。空軍司令部万国ドンムアン空港に立地し、主に作戦立案、指揮を含めた総務を行う。司令部の命令系統は以下のようになっている。陸軍司令官空軍副司令官空軍。 司令官補、参謀長実践部隊補給業務軍エンジニアリング、通信、医療、輸送、兵器や物資の管理、補給業務を行う。航空教育軍空軍全体の教育プログラムの調整と監督を行う。特別活動軍空軍軍人の福利構成、民間航空会社との連携などを行う。L-39 座。 アート・アルバトロス、アルファジェット・ A、F-16A ファイティング・ファルコン、フェアチャイルド AU ・ AU-23A、2007年対、子供の日の航空小空軍の実戦部隊軍は、11の航空団、航空教育学校と数体の空軍参謀本部、直属部隊によって構成される。コマンド中隊はおよそ100名で構成される、中隊であり、 対空軍特殊戦闘部隊として1970年代から存在する。本拠地はドンムアン空軍基地であり、ハイジャック対応能力を持つ。強襲小隊を3小隊持ち、それぞれ小隊はさらに2部隊のより小さなユニットに分かれている。遅延ケン・ドイステープ3のヘリパッドから飛び立つ2機ノベル412、対応国空軍は、 多くの近代空軍基地を保有しており、基地では作戦任務、輸送、訓練など軍業務が行われている。1954年から1968年の間に整備された空軍基地は、高級的な建造物と陸上支援施設を保有しており、これらのいくつかの基地は、アメリカ軍の空軍基地ネットワークに組み込まれて建造され、 1976年に米軍がタイから撤退するまで利用された。政府間協定に基づき、撤退した米軍が残した施設は、タイ空軍によって接収され、タークリー空軍基地、コラート空軍基地の建設に利用されたものと推測される。1980年代、これらの空軍基地とバンコク郊外に位置する。 ドンムアン空軍基地の民間供用が行われるようになるが、米軍の残していった施設は、大国内の必要量をはるかに超えた大きな施設で、あったために、多大なメンテナンス費用がかかっていた。しかし、当時すべての滑走路が利用可能であり、戦略的に重要な役割を負っていた。現在、大空軍は、ドンムアン国際空港に接続する形で、 空軍本部基地を持ち、また、コラート空軍基地、ウボンラーチャターニー空軍基地、タークリー空軍基地を大規模空軍基地施設として、運用している。太陽国空軍史上、重要な機体。飛行中の f 1 6キュブロック1 5ジャス3 9 c ソブ 340A&C 新攻撃機、調達計画隊では、太陽国空軍、 第20攻撃機計画として知られており、対空軍は老朽化した F-5 戦闘機の代替として3種のモデルについて購入検討を行い、2011年までに12機の機体を導入する予定であった。検討された戦闘機は、アメリカの F-16C、D ブロック50、52、ロシアの S-30 マキット、そして JAS-39 だった。 2007年10月17日の記者会見において、6機の JAS39C、DE とさらにオプション6機以上を導入すると、チャリットプックパースック空軍大将が発表した。その後、12機の JAS39、2機の早期警戒エリア I、e、レーダー搭載サーブ340、1機のサーブ340、導入機体に関する訓練と技術移転。 RBS-15 艦隊艦ミサイルを2機に分けて導入されることになった。2008年8月、内閣が第1機導入計画予算を承認。予算規模は、第1機は190億バーツ、第2機6機が154億バーツとなっている。この第1機190億バーツ相当の予算には、JAS396 機。さらに、 エリアイレーダー搭載サーブ341機、データリンクシステム、スウェーデンへの修士学生92名分の、小学助成枠の契約内容が含まれている。2008年2月11日、グリペン購入契約書、スウェーデン軍軍受品管理局で締結。2011年2月22日、第1機ジャス396機が、スラートターニー空軍基地に配備された。 ありがとうございます。